我々人間は昔から宇宙まで自由に行きたいというですね、そういう願望を持っていました。まあ、昔は宇宙というよりは天空と言った方がいいかもしれませんけれども、古くからあるバベルの塔とかジャックの豆の木ですね、皆さんご存知の、それも天まで届くののお話ですよね。で、科学技術が発展した現在、我々はロケットによって宇宙まで行くことができるようになりました。しかしながら、その宇宙まで行けるのはほんのわずかの人たちです。限られた人たちだけです。それがもしですね、一般の人たちも安くて宇宙に行くことができるようになったとすれば、そういう時代が近く、ね、将来訪れるとすればですね、今日はそういう方法について皆さんに紹介したいと思います。その方法というのは宇宙エレベーターと呼ばれるものなんですね。じゃあ宇宙エレベーターってどういうものでしょうか。こういうものです。どうでしょう、皆さんが想像していたものとは少し違うかもしれないですね。エレベーターというとタワーが立っていて、そこを箱が登っていく、まあそういうイメージかと思いますけれども、さすがに宇宙までですね、タワーを建てるというのは不可能ですので、宇宙エレベーターの場合は軌道にあるステーションからケーブルを伸ばしてきて地上とつける。で、そのケーブルに沿ってクライマーと呼ばれるですね、昇降機で上り下りする、そういったものになります。で、この昇降機についてはいろんな方法が考えられているんですけれども、今主に、検討されているのはケーブルに車輪をかまして登っていく、そういう方法です。で、このクライマー自体はだいたい新幹線1両分ぐらいの大きさで、そのスピードも新幹線ぐらい、だいたい時速200-300キロぐらいですかね、それぐらいのものが現在考えられています。では、この宇宙エレベーターの構成についてもう少し詳しく見てみましょう。ケーブルですけれども、ケーブルは静止軌道と呼ばれるところにあるステーションと地上を結ぶ、これが基本になります。静止軌道というのは赤道面上高度36,000キロの軌道で、まあ、放送衛星なんかが飛んでる軌道ですね。で、まあ、そこその、静止軌道というのは地球の自転と合った形で回っているので、地上から見ると常に静止しているように見えます。したがってそこと結んでもずれるということはないんですね。ただしこれだけですと全体として引力の方が強いんで、このステーションが落ちてきてしまいます。それを落ちてこないようにするためには、このステーションの外側にアンカー、重りですね、重りをつけてやって遠心力で引っ張り上げてやる、そういうことが必要になります。そのためにですね、ケーブル全体としては10万キロぐらいの非常に長いものになります。10万キロというと、これは月までの距離のおよそ1/4、とっても長いですよね。これだけ長いケーブルですと、今までの材料ですと自分の重さで切れてしまいます。したがって宇宙エレベーターって、不可能だねというふうに思われていたんですけれども、ところがですね、25年前、日本でカーボンナノチューブという新しい材料が発明されました。カーボンナノチューブというのは炭素が非常に強い力で結びついていて、それがチューブ状になっているものです。で、そのチューブの直径は数から数十ナノメーター、1ナノメーターというのは100万分の1ミリのことなんですけれども、で、このカーボンナノチューブというのはアルミニウムの半分ぐらいの重さで、その強さは鋼鉄の100倍以上の強さを持っています。こういう軽くて強い材料で宇宙エレベーターのケーブルが作れれば、10万キロという長さでも切れることはありません。まあ、こういった新しい材料の発明とか、それから科学技術の発展もあってですね、まあ、20年ぐらい前から宇宙エレベーターってできそうだねという機運が高まってきました。で、じゃあこの宇宙エレベーターができたら一体何がいいのかということなんですけれども、そもそも今使えているロケットというのは、一度荷物を運んだらそれでおしまいです。使い捨てなんですよね。
ところが宇宙エレベーターというのは一旦これを完成させればケーブルに沿って何度でもですね荷物を輸送することができます。したがって1回あたりの輸送コストが非常に安くなる、まあ、大体化学ロケット今までのロケットの100分の1ぐらいになるというふうに言われています。100分の1ぐらいになるというのはどれぐらいかというと例えば低い軌道まで人が1人行くのに100万円ぐらいで行けるということになっています。100万円というと、まあ、少し豪華な海外旅行という感じですかね。一般の人でも手の届く金額かと思います。で、まあ、このようにコストが安くなりますと宇宙にですね新しい工場を作ったり病院を作ったりしてですねそこで宇宙環境を利用した新しい製品を作ったり新しい治療をしたりさらには娯楽施設を作ったりホテルを作ったりしても十分採算が取れるようになるんですね。したがっていろんな分野で、非常にこう広がりができるということになっていきます。では宇宙エレベーターを作るにはどれぐらいのコストがかかるかですけれどもこれは NASA とか大手建設会社の見積もりによりますと建造期間がだいたい10から20年ぐらい、そして開発費は数兆円から10兆円ぐらいというふうに見積もられています。でこれは現在建設が進んでいる新東名、これを見てみましょう。新東名は全線開通に建設期間がだいたい25年、そして総工費が7兆円ぐらいというふうに言われてますから、この宇宙エレベーター1台作るというのはこれは新しい道路を1つ作るぐらいだということが言えるんですね。ということで、まあ、天文学的な数字ではないということになります。で、まあ、こういう宇宙エレベーターですけれどももちろんその本格的な研究が始まってですねまだ20年ぐらいしか経ってません。20年も経ってないんですね。したがって先ほどカーボンナノチューブが発明されたとはいえその強さを保ちながらケーブルにするという技術はまだありません。他にも克服すべきですね、技術的課題はたくさんあります。そういう状況なんですけれども我々は我々グループも含めてですね、まあ、現在できるところからいろんな宇宙エレベーターの技術を確かめようという試みをしています。宇宙エレベーターを作る上で非常に重要なケーブルですけれどもこれがどういうふうに動いてどういう力がかかるかこれは設計に非常に重要なんですけれどもこれはコンピューターシミュレーションによってですね次第にどうなっているのかというのが分かりつつあります。さらに荷物を運ぶクライマーの部分ですけれどもこれにつきましては日本宇宙エレベーター協会というところがありましてそこが毎年開催している宇宙エレベーターチャレンジという競技会があるんですけれどもこれを通じてですねそのどういう構造にすればいいかどういう制御をすればいいかそういったことを試しています。こちらの方がその宇宙エレベーター競技会の動画ですけれども証拠を開始します。はい、これは我々の静岡大学のクライマーの昇降する様子です。どんな形で登っていくかというのが分かるかと思いますけれども、おお、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、終わった。ね、こういう協議会を通じてですね、次第に設計の方向というのが分かりつつあります。またこういう協議会を、ね、実際に見られるとあ宇宙エレベーターって、ね、こんな形で登っていくんだなというのが想像できるかと思います。さらにですねうちの静岡大学で開発して去年 H2 ロケットで打ち上げられたはごろもという衛星もその技術を確かめる一環のものです。はごろもというのはこれは天女がはごろもによって天まで登っていくといういわゆるはごろも伝説ですね。これにちなんで付けられた名前になります。はごろも伝説は静岡の人たちには馴染みが深いかと思いますけれどもこの衛星は何を仕事しているかというと先ほど宇宙エレベーターを作るとき軌道上でケーブルを伸ばさなきゃいけないということを言ったかと思いますけれどもその軌道上でケーブルを伸ばすというのを大学でも作れるぐらいのこれぐらいの10センチ20センチぐらいの大きさのですね、小さな衛星で確かめてみようというですねそういう試みです。
で、この衛星は現在軌道周回中で、その本実験に向けてですね、通信とかそういったものを調整を現在やっている最中です。さらにはこの後の衛星も現在開発中です。次の衛星というのはもうちょっと大きな衛星、50センチぐらいの大きな衛星で、さらに長いテザーを伸ばして、今度はそのテザーに沿ってクライマーがどういうふうに軌道上で動くかというですね、これを確かめようという衛星ですね。まあ、これも多分数年後には打ち上げられるかもしれません。まあ、こんな形でですね、その宇宙エレベーターの研究開発というのは次第に広がりを見せつつあります。まあ、宇宙エレベーターというとアニメとかですね、SF でよく昔から描かれてきたわけですけれども、私もその影響を受けて宇宙エレベーターに対する憧れを持ったものです。まあ、しかし宇宙エレベーターはそういう SF とかアニメの中では数百年後のですね、技術として描かれていました。まあ、実際ですね、数十年前までは誰もがそういうふうに思ってたわけですけど、私自身も研究の道に入った当初というのは、まあ、宇宙エレベーターへの憧れはあってもですね、研究としてはなかなかこう難しいなというね、現実味がないなというふうに思っていました。まあ、しかしながら宇宙の新しい輸送システムというのに関心があったんでですね、今はごろも、あ、ごめんなさい、はやぶさですね、はやぶさで有名になったイオンエンジンとか、それから宇宙テザーというですね、こういう新しいシステムの研究をずっとやってきたわけですけれども、宇宙テザーというのは宇宙船同士を結ぶ紐のことです。で、まあ、このテザー自身でもロケットを使わないで輸送できるんですけれども、そういう方法があるんですけれども、実は宇宙エレベーターのケーブル、これがまさにこのテザーなんですね。テザーの部分ということになります。で、宇宙エレベーターの研究を今私はやってますけれども、その上ではですね、今までずっと続けてきたこのテザーの研究の知識と経験というのが非常に役立っています。まあ、研究を始めた当時は意識してなかったんですけれども、まあ、当時面白そうだなと思って始めた研究というのが非常に憧れていたですね、宇宙エレベーターというですね、そういう研究に通じてくる、これある意味ちょっと運命的なものを感じています。皆さんもですね、今何気なく取り組んでいることとか、それから勉強していることが将来ですね、もっと大きなものの実現にですね、つながってくるということはあるかもしれませんね。で、まあ、宇宙エレベーターですけれども、もう不可能な技術ではないんですけれども、もちろんその克服すべきですね、いろんな課題がたくさんあります。さらには宇宙エレベーターは国際協力が必要な非常に大きな巨大な事業です。で、それを完成させるためには技術面だけではなくて、法律とかですね、経済とか政治とかですね、いろんなものが関わってくるんで、それらを解決できる人が必要となっていきます。宇宙エレベーターの研究をしている我々は現在ですね、その夢の実現に向けて、その基礎を築いていくべくですね、いろんな研究をしているんですけれども、おそらく私も含めて、今この中高年の人たちが宇宙エレベーターの実現を見ることはないかと思います。しかしながら若い人たちですね、若い人たちが宇宙エレベーターの完成を見る、そういった完成に立ち会える可能性は十分あります。しかもその宇宙エレベーター実現できるかどうかというのは、そういう若い人たちのこれからの広い分野での活躍にかかってくる、来ているわけです。現在はですね、なかなか夢を追いかけるというのが難しい時代ですけれども、人類の発展というのはかつて描いてきた、ね、人たちが描いてきた夢を実現するということによって発展を遂げてきました。今ですね、我々は特定の人だけではなくて、誰でもですね、宇宙に自由に行き来できる、そういう可能性のある時代にいます。じゃあそういう宇宙エレベーターできたらどんな世界になるのかなというのを少し覗いてみましょう。
どうですか。こんな世界が来たと思うとワクワクしませんか。ね。ぜひですね、こういう宇宙エレベーターのような夢の技術、これに関心を持って、今はまだサイエンスフィクションかもしれないですけども、それをサイエンスファクトにしていく、そういう気概を持った人たちが我々に続いてですね、若い人たちどんどん育ってほしいと思います。そういうことを願っています。